えとそれではここからあのテーマの名前をちょっと迷ったんですが、まあ、量子力学の非局所性と呼ぶことにしたテーマについてお話ししようと思います。でこのテーマ、非常に重要なテーマで,で、まあ、ノーベル賞を持ち出す必要もないんですけれどあの、毎年のようにこれに関連してアラン・アスペさんなどがノーベル賞を取るのではないかという話が持ち上がります。で実はですね、今、あの 2022年の10月4日なんですね。今日の夕方に今年のノーベル物理学賞の発表があるんですけど、もしかしたらアスペさんかなぁと思いながらこれを収録しています。あのここは実はちょっと作り直したので、取り直しをしているんですけれどね、まあ、ノーベル賞の結果は皆さん、これをご覧になっている皆さんはご存知です。僕だけが知らないというわけですが、さてさてと。では、そんなこと言ってないで、じゃあまずそのま散々使ってきた例題をもとに、どういう ことを考えたいかという動機づけをしたいいと思いますでこれも毎度おなじみ、いつものコッペしている絵ですけれど、この粒子源から、えー、と粒子1、粒子2がヒュッとこう左右に打ち出されるというわけですけれど、えー、とこの、えー、粒子たちはスピンを持っていてで、そのスピン状態は一式に書いたスピンシングレットになっていると、そういうことにしましょう。まあ、いつもの通りですねで。この左右にはアリスとボブがいて、えーと、粒子を受け取るとスピンの Z 方向の Z 成分。 のス,ピンスピンの Z 成分、SZ を測定するというわけですで。この結果はもちろんよくご存知の通り、えー、確率2分の1で A がアップを見て B がダウンを見る。確率2分の1で A がダウンを観測して B がアップを観測するというわけです。で測定結果は完全に相関しています。でこ,のこの実験結果のまあ解釈について、えーとまあ、教科書的に我々が教えているのが下のことですね。まず大事なことは、測定しなければ、 測定しなければ、粒子がこの測定装置に飛び込む寸前まで、この状態はアップダウンとダウンアップの重ね合わせのままです。まあ、何か乱す要因がないとしたらですねアップとダウン、アップダウンとダウンアップの重ね合わせのままえずっといきます。でまあ、測定をしたときに初めて結果が決まるわけですけど、その測定結果というのは確率的にランダムに決まると。でまあ、このランダム、この確率というのは我々の無知を表すのではない。 本質的な確率であって、サイコロの確率とは違うということも強調しました。で、さらに大事なことは、これは a と b が遠く離れていても、測定結果は完全に相関します。それを使って通信はできないけれど、完全な相関があるというわけですね。で、以上1ページ目でしたが、じゃあ2ページ目に行きましょう。で、この冒頭に今の言ったことをコピペしといたんですけど、まあこれはですね。明らかに普通の考え方とは違うんですね。 でまあ、まずこの一つ目の測定しなければアップとダウンの、アップダウンとダウンアップの重ね合わせのままっていうところも普通の考えとは違います。普通ですね、普通、まあ、普通っていうのの定義は難しいですけど、我々の日常感覚では何か物理量の値っていうのがあるとして、それはですね別に我々が測定しなくても決まっているというふうに思います。で、まあ、測定する前は僕たちはその物理量の値は知らないんだけど、まあ、知らないだけで測定して知るんだと。まあ、例えば、 トランプのカードに書いてある番号っていうのは、まあ、ある種の物理量ですねで。トランプが机の上に伏せておいたってなんだか全然知らなかった。それをめくるまでなんだか分かんない。めくってみたらハートの3だった、3だったって分かるってわけですね。そそれれをじゃあそれは我々がもの めくった瞬間にハートナさんに決まったんだって思う人はいないです。それはもともとハートナさんだったんですね。まあ、それこそあのこっそりトランプを置いた人とかね、あの机の裏からこっそり見る人とかなんかいれば全然わかっちゃうわけです。だからあのそういう場合は我々は知らないけれど、知らなかっただけであの観測したとき、測定したときにそのトランプの番号を知ったというわけです。だからあの物理は大体そういうもんじゃないかと思うと、この上で言っていることは変です。もう一つ 大事なこととして、物理現象は局所的なはずだというあの信念があります。で、それは何かというと、何か物理現象の起こす影響っていうのはそれはですね。あの、物理的な影響っていうのは？ 何らかの影響というのは空間を有限、字が小さいですが、空間を有限のスピードで伝わっていくというのがあの非常に素直な考え方です。で例えば、地球は太陽に引っ張られているわけですね。太陽の重力に引っ張られています。何,何かの表紙にです、ね、誰かが太陽をものすごい勢いでビュッと地球の反対側に持っていっちゃったとしますで太陽はじゃあ、その太陽がピュッとなくなったら、その瞬間に地球が感じている重力ってピュッと。 弱くなってなくななななっってたりりするかとというとそんんことはありません太陽がなくなったっていうことが分かるためにはその影響がやっぱ伝わってこなきゃいけなくてでそれにはあの光の速さと同じだけかかるんですねそれは一般相対論から分かっていることでなのでそんな場合もですねあの、まあ、あの高校で習う重力の法則っていうのは距離の逆事情距離の事情分の1に 比例する引力が働くだけ習ってますから、それを見ると、なんか瞬間で影響が伝わるような気がしますけど、本当はそんなことはないということは、今ではよく分かっています。ところが、今の場合はですね、測定しなければずっとアップダウンとダウンアップの重ね合わせのまんまだっていうわけです。 ですごーく A と B が離れて、例えば1光年離れていたところにいて、それぞれパッと SZ を測定するわけですけど、その時に初めて結果が決まるんだけど、遠く離れているんだけど、アリスがアップなら必ずボブはダウン、アリスがダウンなら必ずボブはアップっていう、そう、完全な相関が生まれるんですね。通信はできないけど、でも何かが伝わっているように見えます。そんなことあっていいのかというわけで、えー、と結局この2の 普通の考えっていうのは、これ、僕の用語で、あの僕は今ここで考えた言い方で、まあ、局所実在論とか、あとで言いますけど、いろんな言い方がありますけど、まあ、あまりあの中途半端に哲学用語を使うといろいろ面倒くさいことがあるので、ここはとにかく、物理量の値は測定しなくても決まっている、そして物理現象は局所的、その2つを合わせて普通の考え方。 この講義だけで、これを普通の考え方と呼ぶここととにしましまょう。のの普通の考え方というのはさっき重力の話をしましたけれどニュートン力学、電磁気学、相対性理論とにかく古典物理学には全てこの普通の考え方が通用するんですね。で一体じゃあ量子力学というのはどうなってるんだということを強く問題にしたのがアインシュタインたちアインシュタイン。 パド,ルパドルスキー・ロゼンという非常に有名な論文があってでそこで彼らは、まあ、ちょっとこれはざっくりした要約すぎますけど普通の考え方が正しいなら量子力学の記述は不完全だという主張をしましたでまあこれについて議論していると非常にあの長くなるし難しいところもあるのでこれにはこれ以上触れませんけれどまああのとにかく、まあ、これが 彼らの主張が発端になっていろんな議論が進んでいったということです。で、まあ、この、これからその普通の考え方を果たして維持できるかということをずっと見ていくことになります。で、多分この結果はアインシュタインが聞いたら驚くということになると思うんですが、じゃあ、あの先に進みますね。3ページ目に行ってください。で、この一番上にですね、今問題にしている実験の ことを書いておきました。A と B、アリストボブが粒子1のスピンの Z 成分を測定したら、確率1 2分の1でこの2種類のことが起きると。でですね、まあ、まずその難しいことを考える前に、ただ単にこの実験結果ですね。この実験結果をその普通の考え方で解釈できるか。普通の考え方っていうのは、 物流の値は測定しなくても決まっているというのとあの、物理現象は局所的ということなんですが、そういう普通の考え方で、この実験の結果ですね、この実験の結果が解釈できるかというわけですが、もう見え見えで書いてありますが、イエスです。 この実験の結果だけだったら大丈夫なんですね。でそれをいろんな方法で考え説明できるんですけど、まあ、最も簡単なモデル、でまあ、こういうのタイプのモデルをみんな隠れた変数のモデルと呼んでいるので、まあ、僕もそう呼びましょう。隠れた変数を使ったまあ最も簡単なモデルをここで考えてみます。でも、これはものすごくバカみたいなんですけど、それは粒子には必ず、 変数、シグマ Z っていうのが必ず書き込まれているんだ。粒子1にも2にも。でこの,あの変数はアップとダウンという2種類の値を取る。そういう変数が書き込まれている。ただ、それは隠れた変数って言って,言ってるんですけど、まあ、パッと見にはわからない。隠されてるんですね。だけど、私たちが SZ を何らかの方法で測定すると、シュテリンゲルラ波装置とかで測定すると、この変数、シグマ Z の値がわかると。まあ、そういうふうに考えましょう。これはあの これ、これあの授業で習ったとか思わないでください。これはあくまでこういうかんこういうい変なモデルを考えてみましょう。これは量子力学じゃないですよ。量子力学ではなくて、こういう変なモデルを考えてみましょうって言ってるんです。そそれで、まあ、ででまもととにかくそうだとしてで 仮定として粒子がこの粒子源を出るときにです、ね、それぞれにシグマ Z がなんかリセットされて書き込まれます。でその書き込むときに何らかの物理現象がそう生じて、ですね、この右にあるこのラムダっていうので番号をつけてある1番と2番、2つのパターンがあるんですけど、そのラムダ1のパターンとラムダ2のパターンが半々で書き込まれるというふうにしましょう。でもこれ、言うまでもなく、えーと、パターン1っていうのは粒子1にはアップが書き込まれて、粒子2にはダウンが書き込まれる。 粒子1にはダウンが書き込まれて、粒子2にアップが書き込まれるというのがパターン2です。で、そうすると、まあ、これで実験すれば、もちろん上の結果になるのは当たり前ですね。ラムダが1の場合か2の場場合合かか2で、 確率1分の2で生じるどちらかになりますでこれはものすごい普通の考え方で分かるわけで、なんかそのサイコロを振る確率的なことが起きるとしたら、それはまず粒子が発生するところです。粒子が発生するところで何か起きて、でこのラムダ1かラムダ2かどっちかが書き込まれるんで、でもそのまま、あとは書き込まれたまま、ピューっとこうどれぐらいの距離か知らないけど、飛んでいくわけですね。で、その時にあに我々は測定していないので、シグマトは分かんないけれど、でも見てないだけで裏返っ,っているトラン ンプと同じで、見ててないだけで実は決まってでピューッといって、それで、えー、とパッとそれぞれ観測したときにアップだダウンだってわかるわけですね。で、そうすると別にこれはですね、あのま,まず今言ったように物理の値は測定する前から決まっているし、何らかのこのアップ、 アリスが見てアップだったとっいう影響がですね一瞬で遠くまで伝わっているとか、そういうことも何もないわけです。というか、これ、ものすごい簡単な話で、もともと出発するときに決まってたものが分からなかっただけであの観測したら分かりますよという、まあ、それだけの話です。でまあ、これだったら絶対通信ができないのも当たり前ですね。でだから、これは相関はあるけれど、何も面白いことはないと。でも、これで上の実験の結果は再現されてしまうんですね。 で、じゃあこれでいいのかっていうと、まあもちろんもうこれでいくって言ったら、じゃあこの隠れた変数っていうのはどこにどう入ってるんだとか、いろいろめんどくさいことありますし、あのここでじゃあ SX を測ったらどうなるかとかね、いろんなことを考えなきゃいけないんですが、まあとりあえず、まあもうちょっとややこしい状況を考えたらどうだろうと、まあこれは一番簡単な場合だったんで、ちょもうちょっとだけややこしい場合を考えてみましょう。で、今、ち,ちらっとくちばしってしまいましたが、えっ、ー、と、測定する物理量の種類を増やしてですね、同じ設定で同じ 粒子を打ち出すんだけど、今度はアリスもボブもですね、SZ を測るだけじゃなくて、SZ か SX か好きな方が測れると、そういう風にしてみましょう。こうするとなんかこう話がややこしくなりそうですよね。で、えっ、ー、とややこしくなるんですが、まあそのためでこれを計算する準備として、スピンの状態は1式の φ0、同じシングレットですけど、これ前にやったように そのえー、と S これは SZ の固有値で固有状態で書いてますけれど、SX の固有状態、右矢印、左矢印で同じ状態を書き直すと、1式の2行目みたいになります。これを準備として、えー、と持っておきます。さて、さてとで。これを知った上で、じゃあ、あの今と同じようなことを。 実験したら何が起こるかっていうことを実験結果をこう表にしていくんですけど、まずまあこれは前もやったこと、さっき見てたことで、アリスもボブも SZ を測定する場合、これはもう完全に簡単で、えーと、アリスがアップ、ボブがダウンが確率2分の1、アリスがダウン、ボブがアップが確率2分の1、同じですね。で、アリスもボブも SX を測定する場合は、今度はこの1式の2行目の形を参照すればよくて、アリスがアップだったらこう、ボブがやっぱりこう、 アリスが右か。アリスが右だったらボブは左。アリスが左だったらボブは右になるので、やっぱりこの表のようになります。やっぱりこう完全にこう逆の相関があって、こう確率2分の1で2種類が起きます。ですね。まあ、これは同じなんですけど、5ページ目まで行って、今度はアリスが SZ を測って、ボブが SX を測るというちょっとひねったバージョンですね。そうするとまああの、まあ、話を簡単にするために、まずアリスが測定したと思いましょう。 そしてアップが得られたリストをすると、測定後の状態はアップダウンになります。アップ1、ダウン2になります。でこのダウン2の方ですけど、ボブは SX を測定したがっているので、ダウン2の方を SX の固有状態で書き直します。右と左で書き直すと、この最後のようになって右、右引く左ですね。でここでボブが SX を測定するんだか、確率2分の1で右か左になります。 でそうすると、まあ、これはアリスが測定してアップだった場合ですが、アリスが測定してダウンでも同じですね。で結局まとめると、この場合にはですね、あの測定のパターンというのは4通りになります。アリスがアップでボブが右、アリスがアップでボブが左、アリスがダウンでボブが右、アリスがダウンでボブが左。 ちゃんと言えたかな。4通りのものが起きて、で、それらが上のことで考えればわかりますが、全部確率4分の1で生じます。で、今、これ、アリスが先に測定するとしましたが、ボブが先に測定すると考えて、解析しても全く同じ結果が得られます。ですね。だから、この場合には今度はこういう4通りになって、まあ、この場合、アリスとボブの結果は完全に無双感ですね。 でえー、と今度同じようにアリスが SX を測定してボブが SZ を測定するというとまた今度4通りの場合が出てこの場合も無相関です。さてと、まあ、ここまで来ると相当ややこしいですね。あの4通りの測定のパターンがあってそれぞれに応じて相関したりしなかったりすると。 これは普通の考え方は通用しないだろうっていうと、まあ、そんなことは実はなくて、6ページ目に行くと、まあ、今の結果を上、全部4つの表をこれコピペ、縮小コピペして並べてみましたが、これを普通の考え方に基づく隠れた変数のモデルで解釈できるかっていうと、それもイエスです。で今度は、ただし隠れた変数のモデルをもうちょっとややこしくする必要があって、今度、粒子には変数として、シグマ Z だけじゃなくて、シグマ X、シグマ Z のペアが書き込まれていると。 いうふうに考えるんですね。で、その、これはシグマ X は右か左、シグマ Z はアップかダウン、それを取ると。で、まあ、同じように SX を測定するとシグマ X が得られて、SZ を測定するとシグマ Z が得られるとしましょう。で、そうすると、えっ、ー、と、これで実はいけるんですよ。で、えっ、ー、と、また同じように粒子のペアが打ち出されるときに、 あのそれぞれの粒子にこの隠れた変数が書き込まれるというふうに仮定するんですけど、その書き込まれ方として、この右の表にあるみたいな、また4通りのパターンですね。この4通りのパターンのどれかが、粒子発生の時にサイコロが振られて、この4通りのうちのどれかが選ばれ,れて書き込まれると。そう思うと、この上の実験結果というのは完全に再現されます。量子力学なしで、この結果は再現されるんですね。 で、お、すごいってならないでください。これはまあ、所詮やらせの例で、まあ、このモデルが正しいと僕は言っているわけでは全くありません。まあ、こんなチープなモデルでも、実はこの実験結果を再現しようということならできてしまうんですね。ただまあ、これ、いろいろ問題がありますよ。これ、両方書き込まれてるって言うんだったら、じゃあ、両方測定する方法があるんじゃないかとかね、いろいろ悩むべきことはあるんですけど、とにかくこの上の測定結果を、上の実験結果を再現するというだけであれば、 だけであれば、このチープな隠れた変数のモデル、シグマ X とシグマ Z が書き込まれていると変なモデル、変なモデルですよ。えっ、ー、と、それでもこの実験結果は解釈できるというわけです。なので、まあそういう意味ではこの実験結果を見ただけで普通の考え方を捨てる必要はないわけです。で、えっ、ー、と、そろそろこのパート、最初の一部の最後になりますけど、じゃあこ7ページ目に行って、その 今はその量子力学の結果を何とかその普通の考え方で解釈できないかって言ったんです。まあ、そういうそのことがずっと続けられるかというわけなんですけど、まあ、これについて一つの考え方はです、ね、まあ、今、2通りの実験を考えましたが、もっといろんなろん実験を考えて、さまざまな実験について、あの普通の考え方が使えるような隠れた変数のモデルをとにかく作ってやる。 次々作っているうちにだん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 熟練してきてですね、ある日考えられるすべての実験について、量子力学と完全に同じ結論を与える隠れた変数の体系、しかもこの隠れた変数の体系には普通の考え方が通用する。そういうものが作れるんじゃないかということを目指そうというのが一つの考え方です。が、全く違う、全く違う逆の発想がありえてですね、それに思い至ったのは、 ジョン・ベルという、まあ、素晴らしい人なんで、この人が1964年に全く新しい考え方を出しました。でベルの考え方っていうのは、その上のようなものとは完全に違って、普通の考え方が正しければ、必ず成り立つような関係、まあ、それがベルの不等式なんですけどね、これがベル不等式なんですけど、必ず成り立つ関係をとにかく見つけようと。 でその見つけた関係が、また、あ、量子力学でどうなるあるいは現実で成り立つかどうかを調べましょうと、そういうことを考えたわけですね。もう一回言っとくと、普通の考え方って僕が言ってるのは、物理量の値は測定しなくても定まっている。それはそうだよ。物理現象は局所的である。何らかの影響が光の速さより早く遠くにピュッと伝わるようなことはない。この2つを認め、この2つを普通の考え方と言っています。 こういうものすごいあのめっちゃなんか当たり前っぽい考え方を見つけた認めたら必ず成り立つような関係を調べましょうっていうわけですね。ああこれすみません、さっきちらっと言いましたけど、この普通の考え方のことを局所実在論と呼ぶこともあります。で、まあ、ベルさんっていうのはこういう仕事をして一躍スターだったかというと、そうではなくて、当時はそういうことを考える人がほとんどいなかったので、あの最初はあまり注目されていなかったようですね。まあ、今はこれはその量子力学における 以上にに科学におこれ最,最後ですけど、この、えー、とベルさんっていう人が1983年の会議で自己紹介をしたんですけど、その自己紹介がかっこよすぎるので紹介しておこうと思うんですが、I am a quantum engineer. これは僕は私は量子エンジニアだと。とエンジニアって工学者。 まあ、役に立つものを作る人ですね。だから実は彼はここで私は量子力学を使って横に役に立つものを作るのを仕事にしている人なんだっていうわけです。でこの上のはもうこ,のこれはもうベルの不等式でもものすごい基礎中の基礎ですけど、あのそういう人がやってきて僕はコンタムエンジニアだよ、量子エンジニアだって言った。ただ、されてるのは But on Sundays I have principles。これはちょっと難しいんですけど、But on Sundays まあ日曜日には I h a v プリンス n これなんか、あの、ほら、あの、お酒は飲まないことにしてるんだよ。でもまあ、日曜だけは、この、なんとかのワインを飲むのさ、みたいな、そういう、そういう感じなんだと思うんですけど、なので、量子エンジニアなんだけど、日曜日だけはプリンスポって言って、まあ、これ原理というか、まあ、基礎理論というかね、原理的な基礎的な理論。だからまあ、僕は量子エンジニアだよ。だけどまあ、日曜日には、ちょっとその、 理論を原理的な理論をたしなむことにしてるんだみたいなそういう感じのちょっとかっこいいあの自己紹介をし,されしたそうです。でこれあの元ネタは、えーと ですね、今出たと思いますけれど、ニコラ・ジゾンって読むんですか、ね、フランスの人なんですけど、その人の「クアンタム・チャンスという本ですが、これすいません、僕なんか英訳で読んで、これが原文だと思ってたら違うんだね、これもともとはフランス語でこれ英訳を僕は読んだんですけど、まあ、そういう本で、今のはその英訳から取ったんで、でもベルは日本英語で喋ったはずだから、まあ、多分あの今のは多分ベルが喋った通りの言葉だと思います。でこれあの、 こういう、今回のテーマに関するようなことを、そのまさにエキスパート中のエキスパートであるジザン先生が書いた本で、あの数式はないんですけど、非常にきっちり書いて、面白いいい本だと思います。ただね、あの、なんていうのかな。 数式のない物理の本ってなんかチャラチャラチャラって読みたくなっちゃう人が多いと思うんですけど、そうやって読むと何が何だか分かんなくて、なんかアリスとボブがなんかそれぞれレストランに自然違うな、近所のなんか食料品屋に行ってないしとか、何だかよく分かんない、ってなってるうちに終わっちゃうんですけど、まあ実は非常に深いことが書いてあるので、まあ、そう思ってこう普通の本とは違うつもりでゆっくり読むといいと思います。でこれ英訳は非常に上手で、僕はあの、 とてもいい英語だなと思って読んだんですけど、えっ、ー、と、日本語訳が出ていて、えっ、ー、と、木村さんと筒井さんというもう、この分野の専門家中の専門家のお二人が訳されています。なので、まあ、あの、ぜひこれは手に取ってほしいと思います。ちょっと待って、これで終わるのか。あ、そうか。では、あの、ここまでで、えっ、ー、と、まだ完全に前置きでしかないんですけど、そのベルさんの名前と自己紹介が出たところで、えっ、ー、と、 ちょっと一服して、ここで一つ目の動画を終わりにしようと思います。